今回は 8.3K60P N ローのプロキシを使ったサクサク編集のやり方をご紹介していきたいと思います。どうも山本です。今回の動画はですね、いよいよですねファームアップの公開が、迫ってまいりましたけど、で今回はですね 8K60P の N ロー、はい、これのですね、やっぱりファイルめちゃくちゃ重たいんですよね。でパソコンのスペックによっては、なかなかあの編集ね、難しかったりだとか、よっぽどモンスター級のね、パソコンであればそのままね、編集することは可能かとは思うんですけど、やっぱり少しでもね、軽く効率よく編集したいということであれば、今回ね、Z9 の新機能であるニコンロー、N ローのね、記録がね、可能になりましたけど、さらにですね、同時記録でフル HD のね、プロ機種を記録することがね、できるようになってまして、これはね、使わない手はないかなといったところで、このね、プロ機種のファイルを使って、サクサクね、編集する方法をご紹介していきたいと思います。で私もいろいろ試してみたんですけど、やっぱり 8K60P の編集っていうのは、やっぱりプロキシ使った方が楽だと思います。はい。であとそのプロキシのね、連携のやり方、あとデータの入れ替え方法っていうのは多分ね、いくつか方法あるかと思うんですけど、今回はですね、2種類のやり方をねご紹介していきたいと思います。はい。まずね、カメラの設定になるんですけど、プロキシとね、ニコンローの、データをね、照合するためにね、必要な、やっておいた方がいいというか、やらないと、連携ね、できなかったりしますので、一つね、こちらをやってください。はい。で、こちらのね、動画撮影メニューのところの、このね、タイムコード。はい。こちらを記録するようにね、してください。はい。で今回ね、内部記録になりますので、外部出力のところではなくて、こっちのね、するにしてください。はい。であとね、このいろいろ方式があるんですけど、私はね、そのまんまデフォルトのままでやっています。まずはこのね、タイムコード記録というものをオンにしないと、私がねやってみたところ、プロキシのデータでまずね編集していて、後からね、ニコンローのデータに切り替えようと思ったら、うまくね、切り替えることができなかったんですよ。でその時はタイムコードね入れてなかったので、そのね照合ができなかったようで、これが入ってないとちゃんと入れ替えができないかもしれないので、ここはまず、入れておいてください。はい。それではですね、今から早速ダヴィンチリゾルブの、画面を使ってご紹介していきたいと思います。はい。まずはですね、プロジェクトを、新規プロジェクトを、立ち上げてですね、今回は、プロキシ編集ということで、ちょっとね、仮で作ります。はい。で、まず、設定のところね、見ていきましょうか。で、ここの中でいくと、まずですね、プロキシのデータがフル HD になりますので、フル HD の、画質に切り替えておきます。はい。でフレームレートが60p になりますので 59.94 ですねに切り替えておきます。あとは、ここねプロレズ HQ のところ、LT にちょっと下げておきます。あんまり影響ないと思うんですけど、一応負荷なくするために下げておきます。はい。であとは、ここね一応ニコンローにしておこうかな。はい。これぐらいにしておきましょうか。はい。これでね、設定の方はいいかと思います。で、続いて、ファイルのね、読み込みですね。はい。取ったデータを、パソコンにね、つないで入れて、はい。で、メディアプールのところから、このね、ニコン Z9DCIM、こちらね、クリックしてデータを見ていきます。で、まずはですね、こちらの中にある、ニコンローのね、データを入れていきたいと思います。
はい、でこのね、NEV と書かれたものがニコンローになりますので、必要なね、ファイルを、まあ、選んでですね使えるようにしてください。はい、まずね、まあ、これだけ入れてみました。であとは、まあ、タイムラインにね、まあ、入れてですね、まあ、こういう形に、ね、なりました。でこちらのね、メディアプールマスターのところにあるニコンローのねファイルのところで右クリックをしてプロキシメディアをリンクというところがありますのでこちらをクリック。はい、で、これのねプロキシを、まあ、探しに行かなきゃいけないんですけど、これかな。で今回のファイルが、52の NEV になりますので、はい、でこちらのね52の MP4 というねファイルがありますので、これがまあ一緒のファイルですね。でこれを開く。でこれでね、あの連携ができました。でこれを同じようにそれぞれプロキシメディアをね、リンクしていきます。はい、で今度は53なので53の MP4 を選ぶ。でこれでね、すべての、まあ、ここにね挿入したファイルが、プロキシメディアとねリンクができました。でここから再生というところからですね、見ていくと、このプロキシメディアがある場合は使用ということで、あ、今使用になってるのかな。うん、チェックが入っていたんで、あのプロキシメディアに今もう切り替わってましたね。はい、まあ、なので今プロキシメディアがある場合は使用っていうところがチェックね外してますので、今ねこれニコンローの状態ですね。 NEV の状態、まあ、N ローの状態だとカクカクしてますよね。はい、まあ、やっぱねこの再生がカク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 して、もうほぼ編集できないレベルに多分ねいろいろと、まあ、カラコレカラグレ、あとはあのエフェクトだとかトランジションね入れていくと、まあ、まともに編集できないかと思いますので、でこれを、ここのね再生のところでプロキシメディアがねある場合はしようというところを、まあ、やると、もうあのプロキシのね、ファイルに、まあ、変わりまして、もう完全スムーズに、はい、再生できてますよね。でこの映像を見てても、まあ、スムーズかと思います。はい、こっちに行ってみようか。これも同じか。はい、まあこんな感じで、もうサクサク編集できるかと思いますので、まあ、カット編集して、まあエフェクトだとか、あとトランジション、あとはタイトルだとかをまあ入れてですね、で最終的にカラーの編集をする場合は、プロキシのねデータでやっても意味がないので、まあ、ここに来た時は、ここね、プロキシメディアがある場合は仕様をチェック外して、でこっからニコンローのね編集を行っていくようにしてください。はい、ここでね、まあ、カラーを調節していく感じになりますね。まあ、例えば2020から N ログに変換してっていうことが、はい、できますので、ここからカラーのね調整をしていくよということになります。はい、で今度はですね複数のファイルを、プロキシに変換したりだとか、プロキシから N ログに、ね、変換する、まあ、やり方をねご紹介していきたいと思います。はい、で今度はですね、まあ、まずねファイルを見ていきます。はい、でこのねメディアのところでこのねマスターのところがあるんですけど、まずねフォルダを作ります。で新規便からまず N ローをね入れるところを作っておきます。はい、でもう一つ、新規便で、プロキシ、はい、のフォルダを作ります。で今度このねまず、N ローのデータをここに入れちゃいます。はい、このね NEV のデータをすべて選びます。ここまでですね。はい、まあ、ここまでねすべて入れます。はい、で同じようにプロキシのところでプロキシのファイルを、入れます。 MP4 のデータを、まあ、選んで入れます。はい、これでねいいですね。で、今度は
エディットページの方が分かりやすいかな。はい。で、まずね、プロ棋士のデータを、まあ、全てね、ちょっとタイムラインに入れてみます。はい。まあ、こんな感じでね、入れました。で、あとは、一応ここでカット編集をしていただいて、プロ棋士のね、まあ、データでカット編集をしていただいて、で、最後に、これカラグレするときにですね、まあ、入れ替えを行います。で、それを、一個一個やってたらね、まあ、大変なので、すべてね、まあ、いっぺんにやっちゃいたいなというところで、まずね、入れ替えるデータを全部ね、選びます。ちょっと大きいから分かりにくいかな。とこう狭くして、で、全部選んだら右クリックして、コンフォートロックを有効というところがありますので、これをね、チェック外します。はい。で、そうするとね、まあ、こういった、ちょっとこう、びっくりマークみたいなやつが出てきますので、まあ、この状態で、はい、大丈夫です。で、ここからですね、ファイルから、瓶から再コンフォームというところがありますので、ここをクリックします。はい。で、まずね、やり方としては、コンフォート後にクリップをコンフォートロック有効に、ここね、チェック入れた方がいいですね。はい。で、あと、どこのファイルを照合するかって言ったときに、プロ棋士はね、もう今必要なくなりましたので、プロ棋士のデータから N ローにね、変えるためには、まあ、N ローのファイルから、探しに行くということになりますね。はい。で、あとね、こっちのね、コンフォートオプションのところで、照合するやり方ですね、を何にするかといったところで、まあ最初にね、カメラの設定でタイムコードが必要ですよといったところが、このね、照合するために必要になりますので、忘れずにカメラのね、設定の方も行ってください。はい。で、このね、タイムコードのところから、もう最初からね、チェック入ってますので、もうこのまんま OK を押します。はい。で、そうするとですね、N ローのファイルに切り替わりました。はい。見た目ね、変わったかと思いますけど、はい。一旦ね、これやり直しで戻すと、これがプロ棋士のデータですね。はい。で、これね、変わりますけど、編集でやり直し。はい。押すと、はい。これでね、N ローのファイルに切り替わりました。まあ、なので、プロ棋士でね、もう、ダーッと編集を行ってですね、まあ、カット編集、エフェクト、タイトル、まあ、それぞれね、編集を行った後に、最後ね、まあ、カラー調整をするといった時に、プロ棋士から N ローにね、変換をして、カラグレをね、まあ、行ってください。まあ、なので、まあ、どっちのね、やり方でもいいとは思うんですけど、まあ、その、ファイルのね、数が少なければ、一つ一つね、まあ、連携させてやるっていうのもね、まあ、一つの手だと思いますし、で、まあ、最後にまとめてね、プロ棋士のファイルから、ローのね、ファイルに切り替えるっていうやり方も、まあ、できますので、まあ、この2種類のやり方ぐらいかなというふうに思いますので、まあ、ぜひですね、パソコンのね、スペックが、まあ、多少ね、低くても 8K60p の、ね、編集はまずねできるかと思いますので、まあ、こちらでねやってみてください。はい。で、あとはね、まあ問題は書き出しになるかと思うんですけど、まあやっぱりいろいろとね、まあ 8K のデータだけでも重いですし、で、あと、エフェクト、あとは補正、まあそれぞれね、まあ、やっていくと相当ね時間かかりますので、まあそこはね覚悟が必要かと思います。はい。で、実際私が、2分半ぐらいの、ファイルを、書き出そうとね、8K60p の、ファイルで書き出そうと思った時に、まあ、9時間半かかりましたので、MacBook Pro の、16インチ M1 Max で、まあ、それぐらいね、時間かかりましたので、まあ、いろんな、その環境のね、状況によってもこれはね、変わってくるかと思うんですけど、まあ、相当、書き出し時間かかるかと思いますので、まあ、そこはちょっと覚悟が必要ですし、やっぱり、モンスター級のパソコンが必要なんじゃないかなというふうには思います。はい。まあ、なのでね、もうざーっと全部編集が終わったら、まあ、寝る前に、書き出しをするようにして、まあ、朝起きたら、まあ、ある程度まだ多分作業残っているかもしれないですけど、まあ、9時間、10時間、まあ、結構時間かかりますので、まあ、そういう形で書き出さないとなかなか 8K の動画っていうのは厳しいかと思います。はい。
ということで、まあ、プロ棋士のやり方についてはね、まあ、こんな形になりますので、ぜひですね、8K60P の編集もね、チャレンジしてみてください。はい、ということでね、最後までご視聴ありがとうございました。またね、次回以降の動画もご覧いただけたらなというふうに思います。それでは次の動画でお会いしましょう。さよならー。